こんにちは。This is our boat. This is our boat. はい。あ、Morning. Morning. 10分ぐらい。あ、近いんだ。ちょっと待ってください。はい。あんま好きだもんね。あっという間でした。大丈夫かな。そうだよね。この辺もなんかついてない、どこがついてて。あ、本当。やばいっす。はい、よろしくお願いします。この間こう違う島に行った時にこれがもうブワーっていたとこがあった。宿かり、ちょっと川の近くで宿かり。1年前嫌いつけたよ。もう大丈夫になった。もうめちゃめちゃいっぱいいたんですよ。なんて久々に来ちゃった。なんかイルカってこう、うん、目がトトンってしてて。口角が上がってる感じだからかな、なんか笑ってる感じに見えます。ダメですね。レイラちゃんがダメみたいです。動きたくないみたいですね。
that was amazing. Yeah. You saw that rubbing on the hurdle. He did a better one than before. Exactly. You want to stop that hurdle again. Make sure she knows it's... Oh, watch out for the hurdle. There you go. That's really good. See, now... さっき2回目の時にもう一回下げたんですよ。ジャンプが低かったから。その時にそのまんま彼女はできるって言ってます。ねえ早いですね。全然5日目な感じがしないんだけど。すごい2人とも。これステーションすごいいい状態だから、これは強化してあげて。And dumber, so she doesn't trust Roxanne. And Roxanne's a little crazy. Okay. 今怖がっちゃったみたいですね。でもいつもなんだって。うん、アリエルはロックさんと相性が難しいみたいなんで、恋人のレイラともう一回午後チャレンジする。Who do I've got here? Any questions on anything we've gone up? うん、私がステップアップしたんだかどうか分かんないけど、でもすごい楽しかった。楽しかった、やっぱり潜れたのが良かったかな、中でイルカの動き見られるって。もう外からだと結構同じ動きに見えてたり、なんかジャンプのイメージしかなかったのが、こういう風に動いてるんだって、やっぱり実際そのスピード感だったり、体感できた。あとあったかい、すごいあったかいイルカの体温って、それは一緒なんだなって思ったり。ダメだ。ごめんなさい。